Marisa and Remu presents.世界遺産検定1級に合格したわ。霊夢がそんな勉強してたなんて初耳なんだぜ。1級は1154件すべての世界遺産が範囲だから大変だったわ。世界遺産に関係なく、ユネスコ事務総長の名前の4択問題とか出るんですもの。今までの動画の会話でも、明らかにクロートしか知らない知識を披露してたもんな。いつの間にか霊夢も解説をしてるじゃんという脚本へのツッコミもいただいたわ。あれは、裏で勉強をしてたからこその知識なのよ。そんなマリサが覚えるのが大変だったのは？意外なことに、日本の世界遺産なのよね。日本の世界遺産ってやたら覚える量が多いのよ。日本のはマニアックな問題が出るからな。ウプ主は知床に生息する動物の4択問題を間違えたそうよ。うちの動画でも出てないから大変だわ。一番苦戦した世界遺産は？そうねー。大阪にあるモズ、古市古墳群かしら。構成資産に何十件も古墳が含まれてるから大変なの。今回は、ここの解説をお願いしようかしら。そうだな。どうせなら試験前にやっておくべきだったかもしれないけど、今回はモズ古市古墳群。古代日本の古墳群ってサブタイトルがついてるのね。世界遺産検定のテキストではサブタイトルはなかったわ。英語名は Nozu Furuichi Kofun Group Mounded Tombs of Ancient Japan。 だからな、しっかりサブタイトルもあるんだぜ。テキスト上は長いから省略したのかもな。そもそも古代日本の古墳群っていうタイトルだけでもよかったんじゃないかしら。モズ古市って日本人でもいまいち場所がわかりにくいのよね。モズエリアは大阪府堺市、古市エリアは藤井寺市、羽曳野市にあるんだ。堺市は大阪市に次ぐ2番目の市なのよね。大阪平野の南の方にあって、その東に藤井寺、羽曳野があるのよ。大阪市で働く人のベッドタウンらしいな。南から電車で30分くらいなんだぜ。モズエリアには、世界最大級の墳墓として有名な仁徳天皇陵こと大仙古墳。それに次ぐ大きさの陵墓として古市エリアは、応神天皇陵こと近田五病山古墳があるんだぜ。古墳って日本列島の各地にあるそうだけど、特に規模が大きいのが集まっている地域なのね。大規模な前方後円墳だけじゃなく、ホタテ外形墳、円墳、宝墳に至るまで、墳形と規模のバラエティがとにかく豊富なんだ。特に、この古墳群で見られる。1、墳丘の巨大さ。2、堀の多重化。3、倍長の配置は、古墳築造の最盛期の姿を表しているそうだ。日本最大級の規模、種類が集まっている地域なのね。そういえば埼玉県行田市にある埼玉古墳群も世界遺産の活動をしているそうだけど、あちらは古代東アジア古墳文化の終着点というサブタイトルをつけているそうだな。稲荷山古墳鉄剣が有名よね。ウプ主も昔見に行ったことがあるんだけど、モズ古墳群の日本最大級の規模という、ブランド価値が強すぎるからな。興味深いけれど、同じ国から二つ目の古墳群が登録できるか気になるところだぜ。他にもモズ、古市古墳群の特徴はあるのかしら。立地と副葬品に特徴があるんだぜ。モズエリアでは大阪湾を望む大地上に、古市エリアでは丘陵や大地上に立地してるんだ。眺めのいい場所にあるってことかしら。古墳の巨大さを引き立てる場所を選んだと考えられているそうだぜ。古墳時代に有力者の政治連合、大和政権が現れたことを霊夢は知ってるよな。ええ、当時の統一教会のような団体よね。時の政治団体と癒着して祝電。じゃなくて古墳を作ったってことかしら。その例えはちょっと違うと思うんだぜ。大和政権は東アジアとの海上交易もしてたから、権力を見せつけるために大地の上に建設したと考えられているそうなんだ。大阪湾の船から見やすかったからってことね。確かに、大阪行きの飛行機の窓から見下ろした時、
前方後円墳がこれでもかってくらい大きく見えるのよ。現代でもびっくりするくらいだし、当時の来賓も驚いたでしょうね。それから当時貴重だった鉄製品が副葬されていることも特徴なんだ。甲冑、矢尻、刀剣、クワスキ先が大量に埋まっていて、古墳群の思想者が大きな力を持つのを表している。最大規模の古墳の周りには、梅鳥っていう小型の古墳が取り囲んでいるのよね。これも権力者の大きさを表しているのかしら。そうらしいぜ。特に巨大な7古墳には梅鳥が取り囲んでいる。突出した規模の大きさを持ち、荘厳な墳丘の演出がなされ、古代の文献、古事記や日本書紀などに見られる伝承が伝わっていること、などから、7世代にわたる、古代日本の王の墓と考えられているそうだぜ。和の王様と、その親族、族親たちのお墓の集まりってことよね。ただ、45件49基も世界遺産に登録されているから、これを覚えるのが大変なのよね。今回は、モズエリアと古市エリアに分けて、世界遺産検定1級テキストでピックアップされた8古墳を紹介するんだぜ。まずは1つ目。モズエリアの仁徳天皇陵古墳。大阪府堺市、堺区大山町にあるから大山陵古墳または大山古墳と知られているんだ。日本最大の前方後円墳で、墳丘のみの長さで486メートル。墳丘周囲を3層の堀が取り囲んでいるんだけど、堀を含めた長さはなんと840メートルにも及ぶんだぜ。それから、世界三大墳墓の一つに数えられることでも有名だな。世界三大って、他の二つは何なのかしら。堺市のホームページによると、エジプトのクフ王のピラミッド、秦の始皇帝陵らしいんだぜ。その二つも世界遺産ね。高さだと負けちゃうかもしれないけど、横の長さだと100メートル以上勝ってるからすごいわよね。ここ単体でも世界遺産になれそうなくらいだと思えるくらいだわ。ちなみに仁徳天皇陵古墳という名称は、仁徳天皇陵であると譲らない宮内省と、被葬者が特定されていないとする考古学者との折衷案らしいんだ。考古学上は仁徳天皇の見捧ぎであるとすることに、否定的な見解があるのよね。でも、宮内庁が調査を許してくれないから、教科書では大仙陵古墳、中期二殿仁徳陵などと表記されているらしいわ。万世一系の皇室の素養母だとすると、立ち入り調査をするのは抵抗が大きいらしいぜ。その割には、お堀に外来種のブラックバスが住んでらっしゃるのに、放置しているのね。あの鍵穴の形の森の中に何があるのか、すごく気になるわ。もしかしたら、エクスカリバーみたいな伝説の剣が、眠っているかもしれないのに、もどかしいわね。次、孫太夫山古墳。仁徳天皇陵古墳の前方部南側にあるホタテガイケイ古墳で、仁徳天皇陵古墳の梅鳥とされているんだ。墳丘の長さは65メートル、後円部直径48メートル、後円部高さ 7.7 メートルだそうだぜ。梅鳥って、さっきの話に出てた巨大古墳に付随する古墳よね。一体誰が埋葬されているのかしら。古墳前方部西側の石碑碑文には、江戸時代、大鳥郡中筋村庄屋南孫太夫の所有であったとあるそうだぜ。江戸時代には南さんの所有だったのね。世界最大級の古墳の梅鳥の持ち主なんてすごいわ。次、李中天皇陵古墳未散在古墳。実際の被葬者は明らかでないけど、宮内庁によりモズの耳原の南の見捧ぎとして、第17代李中天皇の見捧ぎに示上されているんだぜ。ここも真実が定かではないのね。でも、未散在ってどういう意味なのかしら。見捧ぎの点火したものと、考えられているそうだぜ。江戸時代の絵図塔では、李中天皇陵の表記が見られるそうだ。仁徳天皇見捧ぎ古墳、権田御廟山古墳に次ぐ、日本第3位の巨大前方後円墳なんだぜ。モズ古墳群の南西部に位置する前方後円墳古墳で、大阪湾からの眺望を意識し、場所の選定と墳丘の方向を決めたと考えられてるんだぜ。海外に向けて見栄えが良い場所を選定するだなんて、考えたわね。自民党総裁の国葬も成田空港の近くでやった方がいいんじゃないかしら。次、伊達助古墳。堺市北区モズ本町にある前方後円墳で、墳丘長約146メートル。
モズ古墳群では8番目の大きさなんだぜ。なんか寿司屋の見習いみたいな名前ね。ここは1955年、住宅地建設工事で破壊されることになったんだ。大阪府内には近代化で壊された古墳が結構あったそうね。何世紀も生き延びてきたものが人の手で壊されるのは悲しいわね。市民運動が発足して保存されたんだけど、土砂を取る重機を入れるため集合に橋が架けられ、樹木の伐採が行われたんだ。おかげで古墳の半分ほどがハゲ山となったんだぜ。市民が立ち上がって保存されたなんて素晴らしいことよね。世界遺産検定でも、市民運動で保存された古墳は？っていう問題でたまに出てくるわよ。次、二三在古墳。堺市北区茂津西野町にある前方後円墳で、実際の被葬者は明らかでないそうだけど、区内庁により東茂津陵墓参考地、被葬候補者、第18代半政天皇の空母として事情されているそうだぜ。長さ約300メートルで、ここも日本有数の巨大古墳だな。二三在だか三三在だか、似たような名前で混乱しそうよね。そもそも二三在ってどういう意味なのよ。宮内庁所蔵の1902年、明治35年の文書に、二三在と記されており、これも三笹木の転化したものと考えられているそうだぜ。堺市で育った考古学者の森光一が、少年時代に天皇陵の信憑性に、疑問を抱くことにつながった古墳だそうだ。天皇陵、古墳についての活発な問題提起をしていて、仁徳陵を大仙古墳と呼ぶべしなど、証明のできない天皇陵を所在地名で呼ぶことを提唱したとのこと。実際、多くの書籍では地名の名称で記載されているものね。少年時代の森先生は、この古墳で一体何があったのかしら。まさか、古墳の中でとんでもない発見をしたのかもしれないわね。次、応神天皇陵古墳。またの名を込んだ五病山古墳。ここからは古市エリア、大阪府羽曳野市近田にある前方後円墳で、長さ425メートル。なんと日本第2位の大きさ。ここも実際には不明だけど、宮内庁は天皇陵に指定しているのかしら。その通りで、江賀の木氏の丘の三笹木として第15代応神天皇の三笹木に事情されている。墳丘や堀から円筒埴輪や景勝埴輪が見つかっていて、かつては2万本以上の円筒埴輪が並べられていたと推測されているんだぜ。これだけ大きな面積の上に埴輪をびっしり並び立ててたってすごいことよね。野ざらしで置いてたってのは豪快すぎだけど、わら。次、津堂城山古墳。大阪府藤井寺市にある前方後円墳で、長さ210メートル。古墳群の中では最初期に築かれたものと考えられているそうだぜ。それから、中愛天皇陵古墳。これも藤井寺にある前方後円墳。長さ210メートル。地名である丘と合わせて丘三三在古墳とも呼ばれるんだぜ。室町時代には城としても使われていたそうだ。この辺になると、試験に出るかもとはいえ、もはや覚えることを放棄していたわ。大体、天皇陵としての名前と地名としての名前があるからわけがわからなくなるのよ。森先生も検定受験者に罪なことしてくれたものだわ。この古墳はモズエリアか、古市エリアか、みたいな設問があるからな。古市の3つをとりあえず覚えておくといいと思うわ。それ以外はモズって消去法がおすすめよ。世界遺産を真に愛するものなら、すべてしっかり覚えておきたいところだな。次に、世界遺産登録基準。ここは3、文化的伝統や文明の証拠、それから4、建築様式、建築技術、科学技術の発展段階が適用されたんだぜ。3の適用理由は次の通り、墳墓の規模と形によって当時の政治社会構造を表現している。この地は、日本列島の各地で築かれた古墳群が形作る階層構造の頂点にあり、最も充実した典型的な階層構造は他の古墳の見本となった。もう一つ、4の適用理由は次の通り、日本列島独自の墳墓形式である古墳の顕著な事例である。集団や社会の力を誇示するモニュメントとして、祖先の墓を築き社会階層を形成した。この地に密集して築かれた古墳は、世界各地の墳墓に見られるような埋葬施設の上に、盛り土や石石をしただけの単純な墳墓ではなく、葬儀礼の舞台としてデザインされている。
確かに、古墳の種類と規模によって、当時の日本の社会構造をこれでもかと表しているものね。それに、埴輪と葺石で装飾されてたり、堀が張り巡らされてたり、日本独自の建築デザインだと思うわ。でも、登録基準1、人類の創造的才能を表す傑作であることが適用されていないのは残念ね。他の世界三大墳墓である、メンフィスとその墓地遺跡と紳士皇帝陵及び兵馬陵校は適用されてるんだけどな。きっと中の構造が解明されてないからよ。ベルサイユ宮殿の鏡の間みたいな美しい現実かもしれないじゃない。外側だってもしかしたら、出雲大社の空中神殿みたいなのが立ってたかもしれないわ。あの空中神殿は、偉い学者先生の想像上のものらしいけどな。何はともあれ、内部の調査はしてほしいわ。不敬ってわけじゃないのよ。私、愛子様のファンですもの。ただ、真実が知りたいだけなのよ。次に、世界遺産登録までの経緯。2006年、文化庁が全国の自治体に対し、世界遺産暫定リスト記載物件の公募を行う。日本の暫定リスト記載物件が、あらかた登録し終わったから、全国から物件公募していた時期ね。そして、2007年、大阪府、堺市、羽曳野市、藤井寺市が共同で、ここを世界遺産暫定リスト候補として文化庁に提案する。この時の名称は、モズ、古市古墳群、仁徳三笹古墳をはじめとする巨大古墳群であった。サブタイトルの主役ゴリ押し感がすごいわね。美少女戦士セーラームーンスーパーズガイデンアミちゃんの初恋みたいだわ。確かにアミちゃんの人気はすごかったけど、例えがニッチすぎるんだぜ。その後、文化審議会世界文化遺産特別委員会が、世界遺産暫定リストに選定。2010年11月には、世界遺産センターに受理され、正式に暫定リストに掲載されるんだ。天皇陵としている宮内庁が世界遺産の理念に賛同するのかと思ったけど、暫定リスト入りは案外あっさり決まったのね。その後推薦書を作成するものの、2015年、2016年と推薦が見送られる。この頃はルコルビュジエ、神宿る島、長崎の潜伏キリシタンが立て続けに推薦されていた時期ね。毎年どこが推薦されるか全くわからないくらい激戦だったし、しょうがないわね。2017年、国の文化審議会世界文化遺産部会が開催され、モズ、古市古墳群を平成29年度における世界文化遺産の推薦候補とすることが決定。2018年、ユネスコへ推薦書を提出。同年、イコモスによる現地調査の上で、2019年、アゼルバイジャンのバクーで開催された、第43回ユネスコ世界遺産委員会で登録が決まる。イコモスの調査ってどんな感じで行われたのかしら？世界遺産への注目度の高さから、調査工程は終了後に公表されたそうだ。調査員はフィリピン人であることだけ公開されていて、どこへ行ったのか、古墳内への立ち入りが行われたのかなどは一切つまびらかにされていない模様。謎のフィリピン人はもちろん、古墳の中に入って調査したのか気になるわね。航空機をチャーターして上空から一望してもらう案もあったそうだが、府議会で不敬の念に当たるとして議題になったとのこと。そんなこと言い出したら伊丹や関空で大阪に行けないわね。窓から景色見るだけで不敬罪よ、わら。イコモス評価は、広域の豪族による連合政権が初期国家を形成していく過程を示している。四種の墳家たちと規模に差異がある古墳群からは被葬者の身分差が読み取れる。古墳時代は中国の律令制を取り入れる前の日本固有の文化である。古墳の形状は後の時代の皇族の墓形に受け継がれており埋葬の伝統を証明している。土星建造物の極めて優れた技術があったことを示している、と好評だった模様。大絶賛じゃないの。まあ、古代の巨大建造物ってだけでインパクト抜群だものね。初期国家形成の過程を示すってのも、世界史的にも意義がありそうだし。推薦書では、仁徳天皇陵として祀られている古墳、大仙古墳などとしたが特に指摘されることはなかったとのこと。古墳群の真実性の程度には多様性がある、との見解も示したそうだ。出たわ多様性。
誰の墓か確証がないのに、神聖性の条件を満たせるのかって思ったけど、ここも最近流行りのワードでしっかりクリアしてたのね。世界遺産委員会本番では、他国の物件審査にて議長から全21委員国に発言を求めていた中、クウェート、チュニジア、ジンバブエ、オーストラリア、アゼルバイジャン、スペインにのみ評価を求めた後、満場一致で登録決定になったとのこと。楽勝じゃないの。規模見た目からして当然かもしれないけど、こうもあっさりと思わなかったわ。委員国のうち、ジンバブエは鬱蒼とした森林に覆われた墓は神秘的でスピリチュアルな価値がある都市。スペインは、墓を大切に感じ自主的に守ってきた地域社会の存在が素晴らしい、と評したとのこと。スピリチュアルとか地域社会とか、目の付けどころがさすが海外って感じね。吉村博文大阪府知事は議長からコメントを求められ、保存と観光の両立に尽力する、と決意を語ったそうだ。行政に維新に大忙しでしょうけど、ぜひ開発から古墳を守っていただきたいものね。というわけで、今回はモズ、古市古墳群を紹介したんだぜ。霊夢の感想は？そうねー。確かに規模年代ともに世界遺産として申し分ない物件だと思うわ。でも、ここだけのために観光で大阪に行くかっていうと、そうでもない気がするのよね。立ち入り禁止で、お堀の眺めしか見れないからな。津堂城山古墳なんかは、綺麗な公園になった内堀部分に行けるみたいだけど、やっぱり古墳を観光しに行くっていうのが、日本人にあまり馴染みがないのかもしれないわね。世界遺産になった経済効果は、400億円とも言われているそうだぜ。それ私も産経の記事で見たけど、堺市の観光客が 1.5 倍になった時の推計でしょ。時事通信だと1000億で見積もってたけど、世界遺産になった翌年にコロナが始まったし、実際にどれだけ観光客が増えたのかしらね。古墳に訪れることによる直接的な経済効果より、古墳カレーや古墳グッズの関連商品も期待されていたそうだな。森がブロッコリで表現されているあのカレーね。大阪の方の発想力には脱帽するわ。堺市では、古墳群の PR キャラクターとして埴輪部長が起用されているらしいぜ。広告代理店さんも一生懸命頑張って考えたのよね。きっと、万博の脈々にしても、一般人には考えが及ばないアイデアよね。本当に恐れ入るわ。埴輪部長はツイッターもやってるみたいだし、これからも応援していきたいんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。